1945年ベルリン戦勝記念パレードは第二次世界大戦における対独戦の勝利を記念して大戦終結直後の1945年9月7日に連合国によりナチスドイツの首都であったベルリンで行われたソビエト連邦、アメリカ合衆国、イギリス、フランスの4カ国が参加しているパレードの開催は6月にあった1945年 モスクワ戦勝記念パレードに続く形でソ連によって提案された。他の連合国もそれに賛成し、ドイツ国会議事堂とブランデンブルク門の近くでパレードが行われることになった。パレードには4カ国合わせて約5000人の兵士が参加した。そのうちソ連兵士は2000人を占める。各国の軍人の中で最も階級が高かったのはソ連邦元帥のゲオルディ・ジューコフ。 アメリカのジョージ・パットン将軍、イギリスのブライアンド・ドバートソン将軍、フランスのマリー・ピエール・ケーニング将軍であった。当初の予定では、アメリカのドワイト・ディ・アイゼンハワー大将とイギリスのバーナード・モントゴメリー陸軍元帥、それにソ連の重コ府元帥が参加する予定であったが、アイゼンハワー大将とモントゴメリー大将は、パレードの数日前に出席を拒否している。 これはソ連に対する無礼な振る舞いであった。代理の交換として、パットン将軍とロバートソン将軍が出席したわけで、あるが出席した軍人の中で第二次世界大戦の最高司令官を務めた経験があるのは重厚不減衰だけになってしまった。パレードは不評による更新から始まり、その後に飛行部隊が続いた。不評部隊の戦闘を務めたのは、 ソ連の第248狙撃師団で、ついでフランスの第2不評師団、イギリス第131不評旅団、アメリカの第82空挺師団の兵士が更新した。これらは現地の中東軍を構成している部隊であった。総攻部隊ではイギリスは第7機構師団、フランスは第1機構師団、アメリカは第16機兵連隊、そしてソ連からは 第2新鋭対戦車軍が参加した。また赤軍はこの機会に、新鋭のイズマイナス3重戦車52両を初披露している。この新兵器は、西側諸国の軍人に大きな驚愕を与えた。イズマイナス3の 122mm 砲の大火力と、飛弾軽視を徹底した重装甲に対抗できる重戦車は、1945年時点で西側には、 存在していなかったのだ。対抗戦力としてアメリカは M130 戦車をイギリスはコンカラー重戦車の開発を急いだ。多くのロシアの資料やいくつか西側諸国の資料でこのパレードは忘れられたパレードとの別名で紹介されている。西側諸国がソ連主催のパレードを停止して控えめな扱いしかしなかったことは第二次世界大戦を通じて見られた米ソの 融和的政策の終焉と東西諸国が冷戦に突入する初期の兆しとして見ることができるからである。このパレードに参加した連合国各国は1946年3月8日にもベルリンの6月17日通りで1946年ベルリン戦勝記念パレードを行っている。この時はティアガルテに建てられたソビエト戦勝記念碑の 学生記念式典の形で行われている。一方、西側諸国ではこれより、はるかに知名度が高い1946年ロンドン戦勝記念式典には、ソビエト連邦は参加しなかった。ありがとうございます。